山賀周縁は、平安時代末期の武将、筑前国音楽軍山賀の豪族。通称は、兵道継ぎ。菊池刑図によると、太宰言の祖父、藤原高家の小正則が、父と共に、太宰府に下校し、鎮税の兵道の戦時を受けて兵道と合した。その子息高氏は、被護国菊池に下って、領主となり、菊池を称した。 周援はその子孫、共演の子とするが、尊卑文脈で高い絵の子に正則の名は見られない。平家物語、太宰府落ちで、と覆われた、平氏一門が九州へ逃れてくると、平家から、源氏法に転じた、小これよしに、追い払いらあれ、平家の家人であった、周援と、原田種直が軍勢を率いて、迎えに参じたが、両者の不安のため、主治家は引き返している。 終焉に伴われた。兵士一門は一時終焉の山賀城に立てこもったが、敵が攻めてくるとの知らせで、再び会場へ逃れた。平家物語では、終焉は九州第一の政兵とされ、壇の浦の戦いで、平家方の大将軍として、軍戦を率いて奮戦した。戦後、所領は、木官となった。山賀終焉は、壇の浦の敗戦後、 熊野の方に落ち延び17代後の山が祖皇との遠石関係、その弟子たる大石倉之介との関係、さらには思想的に影響を与えた吉田松陰との関係、その吉田恩師と仰いだ野木丸助との関係まで書き連ねているとのこと。ありがとうございます。